階級からストロー級に転向後、それが4戦目を迎えました。 WBA 世界ストロー級第2位、 WBC でも第9位にランクされています、米倉ジムの大橋秀幸です。日本には一昨日着いたばかりですが、コンディションは絶好調だと語っていました。フィリピンストロー級第4位、ボーイ・エミリアです。この試合はジャッジが森田健さん、中森昌司さんのお二人、そしてレフェリーは手崎博之さん、以上の3人によって採点が行われます。さて沼田さん、はい、大橋が WBA の第2位、 WBC でも第9位にランクされています、はい、一方のこのボーイ・エミリアも現在22歳、プロに転向してまだ2年経っていないんですが、早くも18戦目とキャリアを積んできました。そうなんですね、非常にこちらも伸び盛りの選手ですからね、なかなかそのフットワークを使ってね、戦うということでね、大橋がどこまでその追っていくかということでしょうね。はい、さあ第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。白いトランクス、そしてピンクのラインが入っています、こちらが大橋秀幸、そして一方青いトランクス、こちらがフィリピンストロー級第4位のボーイ・エミリアです。両選手ともにボクサータイプ、足を使うのが非常に得意です。大橋ですけどね、はい、その世界に合わせるって、いや、その左アッパー、左フックがその磨きがね、一段とそのかかってきたということで、今日もやはり今の左アッパー、左フックがね、はい、見物じゃないかなと思いますね、はい、まずは静かな立ち上がりを迎えています。沼田さん、はい、エミリアもとにかく自分のフットワークには絶対の自信を持っている、それを見てくれと話していたんですが、第1ラウンド開始早々はあまり使っていませんね。そうですね、まりっきりそのフットワークというのは使ってないですよね、はい、ただこう見ましてもその手を出しているんですけど、やはりそのパンチ力ですね、はい、違いがはっきり分かりますよね、エミリアですけどもね、いや、その本当はフットワークもっと使うと思いますけどもね、はい、いや、そのヘビに睨まれたカエルでね、その動けないっていう感じですよね。いきなり右当たった大橋、右のフック顔面を捉えました。場内からまだ早いという声が飛んでいます。第1ラウンド左フックは空振り、大橋、大橋が24歳、一方のエミリアが22歳です。左のダブルを見せました大橋、今度は右フック、沼田さん、はい、じりじりと差を詰めてはね、大橋がパンチを出します。迫力がありますね、この辺りは。そうですね、それとですね、エミリアもね、いわゆるその逃げないでね、はい、いわゆるその積極的にその前に出てね、自分からもやはりその勝負に出てますよ、はい、見ていましても、このエミリアも非常に負けん気の強そうな選手です。ボーイ・エミリアはフィリピンのルソン島イロコスという町の出身です。エミリアの左、大橋が追い詰める右アッパー、エミリアもパンチを返します。軽量級ですが全く目の離せない試合、右左とパンチを出しましたボーイ・エミリア。第1ラウンド残り時間が10秒を切りました。第1ラウンド終了です。放送席沼田さんの採点は、第1ラウンド早くも大橋が10対9とポイントリードを奪いました。では第1ラウンド早くも大橋が10対9とリードを奪いました。試合は第2ラウンド、赤コーナーから登場の大橋はこれまで14戦しまして11勝3敗、11勝のうちには7つのノックアウト勝ちがあります。一方今パンチを当てましたボーイ・エミリア、こちらは17戦しまして12勝4敗1つの引き分け、12勝のうちには2つのノックアウト勝ちがあります。1ラウンドですか、はい、見た限りでは大橋とその右に頼りすぎてるんですよね。あ、そうですか。逆に左頼っていかなきゃいけないですね、はい、左ジャブ捨てておいてですね、はい、いろいろ相手に出てくるところ左フックなり左アッパー打たなきゃいけないですね、はい、それとその、余分なパンチですね、
3発で1ラウンド食ったんですけど、やはりその出しちゃいけないですよね、はい、まあ、相手パンチやないといえ、いやその癖つけついちゃいますからね、画面の右側、大橋は先日のランキングの改正がありまして WBC の第1位まで上がってきました。本当に世界の頂点が手の届くところまでやってきています。じりじりと差を詰めていきます大橋、ちょっとその狙いすぎですよね。そうですか、もう少し楽に楽にですね、はい、左使っていかなきゃいけないですよね。スパーリングを見ていましてもとにかく左だけを使うスパーリングでしてね、そして左とさらにボディーブローの練習を行っていまして、その左が非常に目についたんですが、この試合を見ている限りはまだそれほど左の手数が出ません。そうなんですね、まあ、おそらく一発で決めようという、ね、意識はあるんじゃないですかね。やはりちょっと気負っているところがあるんでしょうかね、ありますよね、はい。一方のエミリアなんですが、ここまでどうですか。エミリアとしてはですね、はい、なかなかいいですよ。打たれてもそのすぐ今打ったですね、はい、打ち返していますからね、ボディブローを見せました大橋。エミリアも負けずと打ち返します。ですからその大橋としてはですね、やはりその世界に向けてですね、いやその自分が打った後ですね、はい、お返しのパンチをもらわないボクシングをやらなきゃいけないですよね、またあのそういうボクシングできるわけですよ、はい。大橋が左フックを見せますとすぐに右を返しました。エミリア上体を左右に振ってまた離れます。夜空コーナー、大橋の右当たりました顔面。非常に静かなうちに試合が進んでいます。いいですね今の、はい、左やっぱね、あのパンチをたくさん使わなきゃいけないですよね、それと左フックですけどもね、もう少しその力みがあるんで、その軽いパンチですね、はい、左から右、今左やっぱ打てるぐらいの軽さ、あっと右ダウン、ダウンです。さあ立てるかどうか。立てないでしょう、右のショートストレートです。綺麗に決まったんですよね。レフェリーが試合を止めました。完全にダウン、一発で倒れました。いやそれにしても鮮やか。第2ラウンド今勝者大橋秀幸の手が高々と掲げられました。しかし今リング上では大の字になりまして、遠いエミリア倒れたまま動けません。まず失礼しました。今タイミングも素晴らしかったですね。そうですよね、はい、右のショートストレートですよね、まあ、相手がそのノーダムなどだったところです、はい、今勝者大橋にテレビ朝日スポーツ局堀内チーフプロデューサーから勝利者賞が贈られました。まだエミリアは立ち上がることができません。沼田さん、それにしましてもこの大橋のパンチのダメージというのはすごいですね。そうですね、まあ、あのストロー級ですけどもね、はい、フェザーぐらいの、ね、パンチ力があるわけですよ。そうですね、ですからその相手としてはたまったもんじゃないですよね、はい、今ノックアウトタイムが正式に発表されました。第2ラウンド2分49秒、2ラウンド2分49秒で見事に大橋秀幸がノックアウト勝ちを収めました。さあそのノックアウトシーンなんですが、さあ見ましょう。まず左のボディ、このあたり本当に追い詰めていくといった感じだったんですよね。そして右の一発、顎の先端に捉えたって感じですよね、はい、今のパンチはそれほど大振りではなかったですよね。大振りですよね、でかそのショートですよね、はい、右の、はい、勝っても平然とした表情をしています大橋秀幸。さあこの後準備ができましたらば大熊アナウンサーに大橋選手にインタビューしてもらいたいんですが、大熊さんお願いします。はい、見事 KO で勝ちました大橋秀幸選手です。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。今日は狙ってました。あ、ちょっと悪い癖だったんですけど、まあ、悪い癖で出ちゃったんですけど、まあ、当たったから良かったんですけど、ちょっと今日は狙いすぎましたね。ということはどうして狙おうと思ったんですかね今日は。いや、 やっぱプレッシャー感じたんですかね。プレッシャーで、はい、まあ課題で左をよく使ってボディーブローでいこうということだったんですが、はい、まあ、その辺はどうですか、はい、最後のはまあボディ、まあ、自分で当てたと思うんですけど、はい、相手はどうでした。相手は思ったより強くていい選手でした、はい、でも2ラウンド KO ですよ。思ったより強かった。
いや、そういう意味で言ったんじゃないんですけど、どういう意味で。いや、やっぱりあの聞いてたのと違う、まあ、スピードもあったしパンチも結構あったし、はい、いい選手でした。これで世界に弾みがついたと思うんですが。はい、そうですね、もう3度目なんで、うん、キムポンチュンとキャットバンチャイという名前が挙がってますが、ご本人としてはどちらと。まあどっちでもいいですね、まあ、両方に勝ちたいです。両方に、はい、まあ、ストロー級の世界チャンピオン、我々期待していいですか。あ、期待してください。どうぞどうもおめでとうございました。見事 KO で勝ちました大橋秀樹選手にインタビューしました。